皆さんこんにちは。ゆっくりです。本日は怖いスレの中より、新聞配達のバイトしてるんだが、一件だけ奇妙な配達先があって怖い、の、一本をお送りいたします。どうぞゆっくり聞いていってください。壁に埋め込み式のポストなんだけど新聞を入れたと同時に毎日誰か引き込んで取っていく。俺を待ち構えてるとしか思えない。一回フェイント入れてみようぜ。正直、時間ずらしてみたり色々してみた、わら。つまり俺らじゃん。お前か。怖すぎはロタ。何か機械的な装置なのかとも思う。聞いて言ってやれ。できるだけ静かにしないと新聞配達はダメって言われてる。新聞入れる瞬間にさ、入れ口開いて覗いてごらんよ。面白いものが見られるよ。何か機械の装置あるのかと思って、それやったことある。でも暗闇があるだけなんだよな。かわいい。ポストはそんな感じだわ、わら。早起きのじいさんだろ。ポストの裏側でずっと待機してるのも謎だな。しつけられた犬説。なるほど犬か。でもあくまで感覚的だけど人間が手でさっと引いていくんだ。俺をびっくりさせようと意地悪してると思って毎日続けてるけど、もうすぐ1ヶ月。いたずらではないような気がしてきた。機械ならじいちゃんが発明家かも。機械だと思って覗いたことあるんだ。奥は真っ暗な暗闇で、ポスト近くに機械的なものがないんだよな。新聞を投函すると見せかけてずっと掴んで様子を見るとかどうよ。ずっと握って離さないわけだな。ちょっと怖いが試してみるか。昼間の明るい時に古新聞でやってみたら、昼間はいつも不在。だったらなおのことやってみれば、人がいたら何してるんだって怒られそう。昼間に何度かお話を聞こうとその家に訪ねたことあるんだけどいつも不在。試しにポストの中覗くと晴れた昼間なのに中は真っ暗。気味悪くないか？家覗いてるお前よりは気味悪くないよ。何もなければ覗かないんだけど。投函するふりしてみようぜ。かなり執念深いやつが。俺にドッキリ仕掛けてるのかなぁとか思ったりしてる。アパートのポスト。築年数かなり経ってそうな一軒家。さんま御殿で同じのあった気がする。詳しく。うちの父が毎朝新聞紙が投函される瞬間にすごい勢いで引っ張り出してる。って感じの VTR で。最後に配達屋さんがすげえ痛がってた。多分5年以上前で、お題は、父親の変わった趣味、とかそこら辺だった気がす。今回もそういう趣味のやつかなわらわら。って突っ込んでみろよわらわら。怖いわらわら。お金は払ってるのかその家主は。俺は配達専門バイトだからそのあたりはちょっと。起きてて他にすることないならバイクの音がした時に玄関までは行ってしまうことあるしな。さすがに気遣って引き抜きはしないけど、わら。1、前日の新聞を先に入れます。2、入れると同時に取られます。3、耳を澄ませて、相手が離れたタイミングで当日の新聞を投函します。4、当日の新聞には、すり替えておいたのさ、とメッセージを残しておきます。怒られるかな？普通に犬だろとマジレス。了解新聞置いてけ。新聞の代わりに自分の手を入れたらどうなるん？
シャレコアにこんな感じの話あるよな。毎回犬が撮ってるのかと思ったら犬も人もいない。家に入ったら投函した配達物が床に散らばってるってな。新聞を掴むことに命かけてる人とか。